はい、皆さんこんにちは。今日はねメダロット S やっていきたいと思います。まあ、ついに配信されたわけですけどもね、僕はあのボンボン、うちボンボン派なんで、はい、メダロット連載のね最初から見せてもらってます。ホルマリン先生のね、はい、あとあの藤岡健一先生のメダロットを見せてもらってますんで、ただゲームはね、まあ、初代とね、まあ、2はやってるんですけど、まあそれ以降はあんまりやれてないんで、あんま新しいの出ると分かんないですけどね、はい、まあ、ちょいちょいは知ってるんですけど、ね、メダロットね、うわー、メタビートね、6章ね、全く新しいお友達ロボットでやる、ほう、ティンペットってね、とメダルが、あ、なんですか、基本というか、懐かしい、ウォーバニット、ちょっと左が、マゼンタキャット、いや2番目思い出す、でも2番目ちょっとあれだな、ちょっと新しいタイプのやつだな。真ん中はなんかね、校長先生とか使ってんじゃないっけ、うん、右が全然わかんない。そんな目だと操る、はいはいはい、かっこいい。あ、もう戦闘じゃん。メダロット S の世界へようこそ。早速森ロボトル、ロボットバトル、略してロボトルなんで、マスターがメダロットに使うパーツを指示するとロボットルを開始します。まずは右腕パーツ、ワンパーツ、はい、を使う指示をしてくださいと。じゃあいきます。ライフル、あのね、これ今多分メタビーだと思うけど、メタビーの右はね、まあ、そんな癖ないんだよね。メダロットは意思を持つロボットです。装着されたメダルの性格に合わせ攻撃したいターゲットを指し示します。このままでよろければ決定をしてください。はい、シアンドッグかな、とイエロータートルか、はいはいはい。使うパーツを指示するとメダロットはアクティブラインを目指して移動します。これを重点と言います。真ん中行ったら攻撃が始まるみたいなね。だからこうなんかこうシャトルランみたいな感じでこうね行ったり来たりするっていう。だスピードも結構大事になるという、ね、アクティブラインに到着すると充填完了、指示したパーツを使い技を繰り出します。使うパーツによって発動する技が違います。はい、射撃攻撃はそんなに癖がない。お、ああでも着後一撃で結構削ったね。行動を実行したメダルとはコマンドラインを目指して行動します。これを冷却と言います。はい、でこれで後ろからシアンドッグが右腕で、絶対どれかのパーツが食らうんで、まあ、だからどこでね、受けるかっていうので、ね、攻撃しようと思ってるパーツがやられたりするとね。おこれね、左のパーツはあれなんだよな、狙い撃ちかな、狙い撃ちだったら結構パーツボタンで性能を示す、はいはいはい、まあ、威力とか充電とか冷却とか割と細かく、レーザーって貫通するやつかな、右腕レーザー、あ、まあまあ壊れてないから貫通しないか。ガトリング、お、強っ、脚部壊れたから多分動きが遅くなるという、ちょっと遅くなってる気がする。次は頭部パーツ、頭部は腕より高性能なパーツが多いですが、使用回数だからこれミサイル5発しか撃てないんで、ただ貫通するはず、ミサイルは確か。ライフ、あ、なんかさ、ミサイルドン、うわすごいすごい、全体に食らってるわ。おー、うわ、マジ懐かしい。ほとんど同じじゃん。イエロータートルが遅いな。ただ遅いやつってね、なんかすげえ強い攻撃だったりするから怖いんだけどね。チャージを実行すると大幅にチャージゲージが増加します。あー。なるほどね。あー、なんかやばい。左。あー、貫通してる。うわー、まあ、頭部か。で足やられたからこれもちょっと遅くなるな。危ね、そうそう、で頭部はね壊れるとね、もうそこで終了なんで、
頭が食らわないようにしないといけない。ただ、まあ、結局ね、どれが来るか分かんないからね。チャージゲージが CG ってチャージゲージの役なんだ。メダホース、お、メダホースはね、1にはない、初代にはない、初代にはない、なかったやつだね。いただきます。一斉射撃つってももう右で壊れてるけど、一斉射撃発動。来て、いやー、お、すごいすごいすごい。あ、これで撃破ということで、こいつがリーダーだったら終わり。お、リーダー機能停止ってことで、こいつがリーダーだったんで勝ちと。だ、そう、だから3対、だいたい3対3なんで、どれがリーダーか分かんないけど、まあイメージ的にはなんかやっぱ一番上にいるやつがなんかリーダーそうなイメージはあるんだけど、てか自分はそうしがちだったんだけど、はい、ということで勝利ということで。うわー、マジ懐かしい。名前何しようかな。俺入るんかな。あ、入った、登録完了です。わかりやすい、俺の名前。改めましてメダロット S の世界にようこそ。まずはストーリーモードのプレイをお勧めします。あ、メダリンピック開催、何これ。予選開始、メダリンピック、まあ、やっぱオリンピックイヤーだからってことかな。あ、ミスターウルチ、このミスターウルチがやっぱロボトルファイトってやってくれるから、ね、懐かしい。開催宣言いたします。おお、あ、一気じゃん。まあまさか俺がこのステージに立つことになるなんて。おお、一気だこれ。ババンバンとバトルだこれ。しかし、ん、勝ち進んだわずかなメダルったの。本戦に出なきゃいけないんだ、本試合ね。はいはいはい、かわいいね。ひさきちゃんかわいくない。あ、ひさきちゃんって言ってる。勝ち抜き先後ね、はいはい、ロボトルファイト、これだ、これがやっぱないとね、ロボトルメダロットやってる感じしないわ。転送、え、もう戦うのかな。あ、大隅荒瀬、俺はな、何なの。俺はどういう立ち位置なの。メダリンピックの舞台、おお、まあ、いろ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 あってみたいなことね。あ、階層から入るんだ。あ、今のストーリーがあるのね。で、出会い。はいはい。まあ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 、この辺はじゃあ、まあ皆さんね、はい、各自で、各自でご覧ください。お、なんかいよいよ、話が進んで、ロボトルが始まる。これ、あえてゴーフバレットかな？まあ自分の目だとで一体か。すげえ、これ合意と見てよろしいですね。すげえな、これちょっとおしゃれだな。俺のなんか目だとはクロスメサイアっていうカブクワガタっていうカブトとクワガタのいいとこ取りした目だとらしい。はい、そんなんいるんだね、カブクワガタ。メダロットに最初の行動を指示するとロボトルが返します。なんか何気になんか格闘とかが手堅い気がするんだよな。あれ、一度選んだパーツは決定前なら他のパーツをタッチすることで選び直しができます。へえ、まあ、こういう感じで走行チャージで、チャージゲージに変換。それなんか大丈夫、危なくない。あ、なんかいろいろあるんだな、これ。なんかチャージゲージを基本的になんか消費するんだ、このクロスメサイアって。ちょっとじゃチャージブレード、ゴーフバレットはまあ一番出てきがち。これ相手今ロボロボ弾でしょ。うわ、でもこれすげえな、グラフィックいいな。
うわすげえ、なんかちゃんとアクションで見るのすげえ。なんか俺がやってた時のメダロットってなんかほんとずっと正面向いてる。うわ防御不能ってこれガムシャラってこと？ちょっと射撃にしよう。あ、アンチや懐かしい。そうだ、これなんか飛行タイプに強いんだよね。飛んでるタイプのやつにはゴーフバルトは強いっていう。さあ、おお強そう。おお、かすりかすりってあんのかすりってあんのこれ。ちょっとチャージブレード充填が短いやつの方が早く攻撃できるってことだね。いや、絶対食らうな、これ、相手の攻撃。アンチエア。飛行だと大ダメージを受けるけど、まあ、一旦大丈夫と。チャンジエア全然溜まんねえよ。あ！脚部落ちたんで、これ多分、すげえ遅くなったはず。これで俺が連続で攻撃しまくれば、落とせるんじゃないか。よし、もう一回。もう一回行こう。チャージブレード。さあ、いけ！チャージブレード。ほらー、右腕。ドアン壊しました。チャージバスターしてみるか。どんぐらい来るかって、結局よく分かんなかったな。ドン。かすりになるのなんか知んないけど、そんな食らわなそうだけどね。もうん、そういう能力回避アップなんだ。じゃあ命中というか成功率高いやつってほうがいい。そしたらチャージバスターなんだ。かすりになるけどあれなのか、一応当たるは当たるってことか。いけ、ビーン。よし、やり壊した。一応でもね、頭部もね、これ攻撃タイプのスキル値が技だった気がするんだよな。あ、違うわ。ん？え、こっちにあれか、パワー使ったのか。よし、落とした。これで勝利と。うわー、もうこれやべえなこれ一生やっちゃうじゃん。で、あ、メダルオリンピック行ってみよう。お、なんやかんやありまして、ガチャが解放されたんで。まだメダロットといえばね、パーツをね手に入れないと話始まらないわけですよ。ガチャでパーツを手に入れよう。倒した時のパーツはもらえませんが、クリア報酬のルビーやフレンドポイントでガチャを利用してパーツを獲得できます。初回は5体の星3メダロットから1体選んでもらえる特別なガチャ無料で。おお、すげえ。選べる、なんか。え、うわ、わかんねえ。でも俺これの中だったらやっぱさすがに6章選ぶな。他ちょっとわからんすぎるから。まあなんか右から2番目のやつはなんかギリ見たことある可能性があるってぐらいで、まあ、左から2番目もなんかまあ割と昔からいるタイプの気がする。6章かな、これは。クワガタタイプね、 KWG タイプ。ピコペコハンマー強えんだよな。はい、ということで6勝いただきました。ちなみに俺は昔はあのカブトバージョンを買ったから、まあ、本当はメタビの方が思い出はあるけど、 いずれ手に入るんじゃないの。入ってないんだよ。セッティングしてみましょう。はい、チームセッティング。いや、メタビ6勝はもう鉄板だからな。ん、3体セッティングできますと。で、なんかメダロッターっていうね、なんかそのプレイヤー、なんかそのキャラみたいなのもセットできるんだよね、今回。サポートメダロット、はいはいはい。はい、
じゃあまあセッティングしよう。これあのメダロットって好きなやつをね、だから頭、右、左、足、だから4パーツを好きなように組み合わせられるんで、あのそこがやっぱ自由度が高いというね。だからいろんなことできるメダロットも作れるし、なんか特化したやつもできるしみたいな。メダルね。で、メダルがまあ、いわば脳みそね、頭脳なんで、メダロットの。でこれもまたいろいろと性能がね、まあ得意な、タイプとかあるという。だから射撃が得意なやつとか、なんか格闘が得意なやつとか、まあそのメダルによって違うんで、性格みたいなのが、ね。なるほどね。メダルレベル。まあスキルみたいなのがあるのか。はい、なるほどね。でこれクワガタを入れて、6章はね、クワガタタイプなんで、はい、頭ね。まあ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 。これ意外と大事な気がするけど、まあまあ、まあ大体雰囲気か、はい。重さとかもあるんだ。パーツの強化レベルで言うとパーツの全性能がアップします。パーツの強化もあるんだ。レーダーサイト。はい、決定。まあこれはもうあるパーツを普通にセットするしかないから。ピコピコハンマーって、これ結構なんか結構雑に強いんだけど、でもかなりあのリスクもある。なんか頭に当たりそうなんだよね、ガムシャラ攻撃って言ってね、あのピコピコハンマーの。昔はね、今はどうか知らんけど、脚部パーツ結構大事っぽい気がするな。なるほど、耐久とかもあるのか。これはタダッカーね。これで6章完成と。あ、純正パーツリストみたいなのがあるんだ。あ、そうすれば一気にやるか。セットでできるんだ。まあ、こんな感じで、なんかまあいろいろ見れると。はい、できました。じゃこれで。もう持ってないもんね、パーツね。ストーリーの続きプレイしましょう。ウォーミングアップ。強そうだ。サポートが強そうじゃない。あ、リーダーも決めなきゃいけないのか、そこそこ。で、今は、このいかつい子に、ゴーイと見てよろしいです。うわ、3-1だったらもうさすが、ノラメダロットでしょ。ノラメダロットはさすがにね。さすがにですよ。チャージブレード。ピコペコ、全パー、あ、だから貫通みたいなのをこう表してるのが全パーツダメージって。相手の防御はもう強っ。あー、なるほどね。そういう、あれか。思い出した。ナパームって。なんか思った以上にかつくないこいつ。ファンシーな雰囲気出しときながら相当ガツいんだけど。ナパーム。あ、なんか、すごい、ね、独特の、ノラって感じの目だと思う。いけ！ナパーム。あ、もう右ぶっ壊れて。頭もちょっとだ。ガムシャラ強いぞ、この格闘。お、ワンパンしてんだけど。さすが6勝。強すぎる。あーでも楽しい。懐かしさが楽しい。ん？新たな機能が。ん？あ、チュートリアル完了だって。プレゼントボックスからログインボーナスなどもらえるだって。へえ。あ、もらえた。え、メタビー欲しいんだけど。メタビー欲しいわ。メタビーはもう男のロマンしかないからな。なんかもらえんの ?P6 章だよね。プロトタイプ6章だけど。あ、G メタビー。何これ何これ一応メタビーもらえるんだ。何ゴールデンメタビーってこと。あ、すごい。で、P はプラチナ
6章ってことかな。P6 章。まあその由来はよくわかんないけど。あ、でもこれで一応は持ってる感じになるんだね。その多分なんかちょっと性能違うんだろうけど。じゃあまあ一旦なんかセッティングした方が良さそうだな。兜持ってんだったら兜入れた方がいい。あ、で一式でいいのか。これ縮めたび。どういう性能が違うのかよくわかんないけど。はい。ああ、でもなんかいい。でもなんか嫌だ。これ何？何これ？あ、オートのあれか。これ入れ替えたりするとどうすんだろう。入れ替えられないのかな。これなんか真ん中メタビにしたいんだよな。うん、まあいいか。まあいいか、それは。あれ、ガチャあるか。え、ガチャれる？あ、ガチャれるね。ファンシー、あ、でもこれ欲しいわ。これなんか、なんだっけ、あの右のやつって。なんか3文字ぐらいだね、なんだっけ。マルチみたいな名前だっけ。懐かしい。なんか俺あのシアンドッグとかと思ったけど、これ多分なんか違うんだよね。ブルースドッグとかだよね。なんか多分第二世代だよ、こいつは。うん、あの左もあれペッパーキャットみたいなやつでしょ。あ、ちょっと待って、左のやつなんかあれだな。これあれだろ、アークビートルのあのこう対のやつだろ多分。これこの肩のいかついクワガタの感じは、これそれ欲しいな。でもでも悩むわ。なんかやっぱその昔からやってるものとしてはさ、ねえ、ちょっとやっぱメタビー欲しいわ。ちょ、でもまあまあでも一旦こっち行っとくか。タートルとかも強いと思うんだけどな。ファンシーエールなんか強いかつくて強そうだったから。え、なんかエンスタンドかな。うん、なに L サイズ、なんか見るからに強さはないな、多分。マンティスタイプか。これ多分カマキリだから MT だから、大体ね頭文字で分かるの。 MTS ってこう完全にマンティスだから、これ多分カマキリタイプやな、こいつ。リバルバー、あ、これ、え、なんか見たことあるけど、なんだっけこいつ。いかついメタビーみたいなやつ。あ、わあ、懐かしいね。ブービートラップ、安トラップ、うん、スクレーピオス、こっち知らねえけど、なんかさっきのなんか一番最初のラインナップに一体いた気がする、こいつ。あ、これ何？コンプリートするんだ。そう、さっき言った1体分確定しちゃったんだ、これ。あ、セーラーメイツか。セーラーメイツだ。え、でもこれ初代のやつセーラーメイツだっけ？違うよね。エリウネイリ。こちら、なんかかっこいいもんな。デザインが今時だもんな、こいつ。ナーガタイプってことか。あ、イエロータートル？ギガントレーザー。左腕はね、割と強いんだよ。確か頭部のパーツってなんかバリアじゃなかったっけ？エレガントモード。なんかこれ、なんかさっきのトップのガチャのラインナップ入ってたろ、こいつ。そういうなんかあっさりとしたマゼンタキャットみたいな。あ、ブルースノーク一式入った。なんかちょっとテンション上がるわ。なんかね、格闘タイプより射撃タイプの方がね、なんとなく、やっぱ好みってやっぱ出ると思うんだけど、なんかちょっと俺は格闘タイプより射撃タイプ派なんだよ。あー、出なかったか。うん、重複したメダルとはランクに応じてサビプラシウム合金を獲得します。まあでもまあパーツ持ってないからこんなもんで。うわー、でもこれいったらさ、もうこっち取れないじゃん、これ。
え、どうなんちょっと待って、どうなんこれ。あ、見れるわ。ペッパーキャット、ルージュカッツェってやつなんだ。さっきのやつ。さくらちゃん Z。オランピア。うわ、なんかこれ見るだけで楽しいな。テンクルスター、シャイニースター、かわいい。オーベンティ、サイビスターってもうよくわかんないんだけど、見た目が。あ、見れた。何これ。なんかかっこいいの多いな。なんかその、あー、でも俺、メタビーって何これ 0.1% なんだ。あ、チタンビートルって言うんだ、こいつ。かっこいい。強そうってか、いかつ。うわ、これでもマジかよ。うわ、ヘルフェニックス懐かしい。フレームティサラ。うわ、懐かしい。これサラマンダータイプね。あ、これね、珍しいんだよね。これ確か研究所でなんか話を進めないとくれないんだよね、確かね。お姉さんがね。うわ、懐かしい。タラバクラバないかな。あ、タラバクラバあった。タラバクラバあんじゃん。あの、テレビの CM の終わりに、あの、パスワードみたいなの出るんだけど、マジで一瞬しか出なくて、当時録画する機材俺持ってなかったから、まだ小学生だったし、あの、もう、見逃すっていうね、普通に。わかんなくなるっていう。まあまあの時間出してくれるんだけどさ、さすがにそれでもうち、あの、こうメモるのがちょっと間に合わなくてね。ダラブクラバー。ね、カニさんですよ、これカニさんね。懐かしい。ラブリードック。ボトムフラッシュも懐かしいね、これポタルでしょ。パステルピアリ。なんかやっぱ新しいのとなんか古いのが、あ、ベイアニットな。あの、これ入り混じってるね。ゾーリンも多分これ。ね。ナイトアーマー懐かしい。こいつマジ役に立った気がするんだよな。これ守ってくれるんだよね。かばわれるんだよね。だからその大事なメダロットをこいつで守って戦えるから、こいつ超強かった気がするな。しかも早いんだよ。トロイ木馬早いんだよ、確か。なんか守るって、やっぱ早めにさ、かばわないと意味ないから、だいぶ早いかった気がするんだよな。うわぁ、懐かしい。でもなんかあれだね、あの、アウトラインの太さでなんか、あ、セーラーマルチか、やっぱ。なんかアウトラインの太さでなんかわかるね。だからイラストの感じですげえ、わかるわ。あ、ブービースパイダーとシュートスパイダーって違うんだ。キースタートル。あ、イエロータートルじゃないの。クロムトータス。試作3号ってなんかいかつ。じゃあちょっと待って、上のやつは何なんじゃ。上のガチャは。あ、ほら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 。純正一体確定。こっちは何が出るの。ピックアップになってる。ペッパーキャット、リュージュガッツ。ん、何があれなんだ。ファン CL が 1.2% ってことか。1.2%。 まあでも結局、まあまあまあみんな出んの。なんかメタビーとか6章とかがちょっとなんか確率下がんのか。ピックアップになってる分下がってるってことね。それは悩むね。まあこうしよう。まあこれとりあえずこれ言っとくしかないやつでしょ、今。うわ、頼む。なんか、ビカってなる、ビカって。うん、なんか、もう一声、もう一声、もう一声。うん。ガストロハンド。なんかペンチだな。完全にペンチだな。うん。タラクラバの脚部。サイド飛び。猫股、ああ、これなんか新しいタイプのあれなのかな。あの3人組のあれなのかな、うん、あ、ナーガキャノン、右上、揃った。あ、これあれだ。ファイヤーガンね。あのフェニックスタイプのやつだ。だからね、これもね、なんか何気になんか、持続ダメージじゃなかったっけ。違ったかな。ミュートハンド。何の略かを考えるのが楽しいんだけど、筆箱何これ
筆箱タイプ、これ何、うーん、タロボクラブ頭、カニ30、何これ、ライトタスク、なんか独特の、昔はいなかったタイプだけど、でもアウトライン太いから昔の、そんなに新しくないんだろう。あ、出た出た、ホタルのやつ、ん、意識バンプスキット、なんかコウモリ的なやつなのかな。おお、うわー、でも欲しくなんだこれ、ちょっと待って、ダメだなこれ、これダメだやべえこれ、種類が多すぎるけど、なんかその懐かしさでこれめっちゃ欲しくなるわこれ、だちょこれちょっと まだな、やべえな、ちょっとダメだ、なんかもらえた、あ、なんかいろいろこうやってあれだね、こうルビーをねもらって回せんだな、多分なんか、あ、多分あれか、なんかアイテムだね、何用かなけど、メダルももらえるんだこれ、何これ、ドッグタイプ、まあ、例えばだけどさ、こうなんか犬なら犬のなんか形のやつじゃないとダメとか言われてなくて、結局犬、このドッグメダルだったら多分射撃助ける直すでいけるから、だからそこにこう合致してれば、まあ、大体得意っていう。え、何これ何、んクロスメサイヤのパーツ意識で、なあのもう一体作れるってこと、あ、なんかでもいろいろ、意外となんかもらえるのか、これ何、あ、10個でルビー1個なんだ。うわー、これやっちまうわ。これやっちまうわ。うわー、めっちゃ楽しい。やばい。どうしよう。やべえ、やべえな、これ。やべえよ。ちょっとね、なんだ、違うのか、ちょっと性能を比べしようかな。何が違うの？これ何が違う？あ、なんか、あ、レア度が違う、パーツの。こっちのレア度1だもん。だからなんかちょっと違うんかな、こう捨てが違うのかもしれない。あー、なるほど。ティンペットはね、あの男型と女型があるんで、それでちょっと全然。パーツが違うっていう、だから男型のパーツ女型つけられないんで、オス型メス型で違うんで、え、まあまあいっか、どういうやつなんだ、セーラーメイツとか助けるシャリシャリ、うん、マルチ欲しかったな、なんかでも結構いろいろできるやつが多いのか、もう今なんか昔ってさ、なんか そんなに、なんか、なんだろう、器用じゃなかったのよ。その、例えばこのメタビみたいにも、シャリキシャリキシャリキみたいな、格闘みたいなしかなかったけど、なんか今なんかおしゃれだな。なんかいろいろできるみたいなのが多い気がする。確かに多分俺の知らん技あるな、はい。というわけでね、まあ、とりあえず一旦今日はここまでにしたいと思います。はい、やべえ、懐かしい。で、なんか集会もね、なんかその、さっきちょっと見たっけ、例えば、これなんかルーティーンのどういう行動を取らせたいみたいなのが、こうなんか設定できるみたいなんで、なんかその、まあ、倍速、さっきちょっと倍速したけど、2倍速にしたけど、なんかオートで、こうやって、なんかこう、レベル上げみたいなのもできるみたいなんで、はい。なんか、ちゃんと考えれば快適に周回できそう。結構ね、戦闘がやっぱちょっと長くなりがちなんだと思うんだけど、最初の序盤とかって、そんな強くないパーツとかだとね。はい。だけども、こういうのもできると、結構、楽かもしれない。はい。ということで、今日はここまでしたいと思います。これからもね、楽しんでいきたいと思います。多分俺結構やるんじゃないかと思うな。なんかメダロット世代の人が周りにいるんだよね。あれ、なんかね、うん、オペンとかメダルと話したし最近、はい、ということで、よろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。またでは次回お会いいたしましょう。バイバイ。